間に合うか、どうだ、いけるのか。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は1年半前のあの企画のリベンジマッチをやろうと思います。かかちゃんのケースケリ曲のケースケです。ポン、ということで、タウンホール14が出た時にですね、もう新レベルヒーローだけで、タウンホール11ですね、フルカン全開できる説、こちらをね、やったんですよ。で、結果で残念なことにですね、呪文を使わないと全開できなかったんですよ。ただですね、はい、今回タウンホール15がやってきて、新レベルのヒーロー、今ね、ヒーローポーションを使ってレベル上げてるんですけれども、新レベルのヒーローやってきました。で、かつね、もう強いのが、ペットですね。はい、ちょっとまだレベル上がりきってないですけど、まあ、ヒーローポーションで、まあ、レベル6以上ぐらいには、なってます。で、かつね、能力が本当にね、やばくて、フロスティとかだと、あれです、防衛室にスロー効果を与えたり、あとはね、ディギーとかだと、防衛室にスタン効果を与えたりとか、能力が他のね、ペットと違ってやばいので、今回はですね、もう新レベルヒーローと、新ペットでタウンホール11フルカンス、フルカン全開できるず、こちらをね、リベンジマッチやろうと思います。なので、クラクラ動画毎日こ、更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、あとはチャレンジのね、攻略法を出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、やっていきましょう。レッツゴー。はい。そしたらね、まずはルール説明ですね。まずはこういったね、タウンホール11のフルカンストの、配置ですね。ちゃんとした配置に対して攻めていきます。で、ちなみに防衛援軍は、いません。防衛援軍はね、ほんと、めちゃくちゃ最強の防衛室なので、まあ、要するにもう、11のね、フルカンの、防衛室たちと、たちをね、ヒーローとペット、新ペットだけ全開できるかっていうルールとなっております。で、1回目は、今までのペットをつけた状態で、新レベルヒーローで攻めたらどうなるのかっていうのを攻めにやっていきます。で、2回目はですね、実況主、私、ケースが考えた、このペットとこのヒーローの組み合わせ強いんじゃねえかなっていう組み合わせで、2回目攻めていきます。それで全開できなかった場合は、呪文を使って、全開できるかっていうのをやっていきます。まあ、前回ね、呪文を使って全開できてしまったんでね、さすがに呪文を使って全開できるか、になってしまったね、ボツになると思いますんで、早速ね、攻めてみましょう。はい。では、まずね、今までのペットをつけた状態でやっていきます。まずはですね、ヤクはバーバリアンキング、そしてクイーンにユニコーン、で、ウォーデンにエレクトロオール、で、ロイヤルチャンピオンにラッシーですね。もう定番中の、定番となっている、タウンホール14でアンロックできるヒーローたちをね、まずはね、新レベルヒーローたちにつけたら、どこまで伸びるのかっていうのを、やっていきます。前回の動画ではね、結構惜しかったんですよね。惜しくて、ギリギリ全開できないっていうのが、多かったんですけれども、っていう結果になってしまったんですけど、今回はどうなるのか、気になるところではあります。さあ、中のクロスボウ嫌なので、ロイヤルチャンピオンちょっとクロスボウに入っていくように、やっていきました。で、あとはね、キング、ウォーデンの能力は、ま、自分の判断で発動してて、あとはオートでいいかな。もう見てるっていう感じです。なんか、さあ、これがどこまで伸びるかっすね。もう新レベル出たんで、やっぱり11フルカースト、施設フルカーストぐらいはね、全開できてほしいなって思います。さあ、クイーンがもう落ちてる。クイーンがもう落ちているだと？え？やばくねえか？いやでもまあ、クイーンが落ちたことによってユニコーンがロイちゃん、回復してくれてるのはありがたいですね。つけた、あ、意外と死ぬな、クイーン。キングとか、ウォーデンと一緒に行動しないと、すぐタゲが移って、すぐやられちゃう、ユニコーンがいても。なんすけど、さあどうだ？でも、ユニコーンがね、ロイちゃん回復してくれてるのでかい。いいぞ、でかいぞ、これ。いいぞ、もうあと操作することねえから、見て実況するだけなんだよ、俺。さあ、で、ロイちゃんがしっかりとウォーデンが横じされてたんで、防衛室削ってくれた。で、能力まだあるよ。いけますよ、これ。結構あるんじゃない？あれ、新レベルヒーロー強いか？さあ、能力、ロイちゃんまだ残ってるんで、能力ですね、もうこの段階で発動しておいてあげて、DPS をね、落としておいてあげて、いけば、もう火力高い施設ないから、いや、あるぞ、これ。いけるぞ、いきなり全開いきなり全開取っちゃった。新ペット、使う暇ないんだけど。まずいぞ。まずいぞ。ある意味、どうだ、いけるか。あー、待って、ウォーデン落ちた。待って。抜く時間が、あ、もう1分切るのか。1分切る状態で。どうだ、どうだ、いけんのこれ。
もう見守ることしかできない。俺は無力だ。俺は無力だ。何もしてあげることができない。下にユニットいっぱいいるけど、こいつらは使わない縛りなんだ。さあどうだ、残り36秒。いやーちょっと待て、いや36秒とかだともうきついぞ。この施設残り数、あーそっち行っちゃうか。いやー一回6時に向かってまた3時に向かなきゃいけないっていう時間のロスが痛い。これ3時間の施設がね、クイーンがもっと削っていれば。いやいけない、あるか、どうだ。いやさすがに無理か、さすがに。いやきついか。いやワンチャンあったな。え、ワンチャンあるぞこれ本当に。多分ねクイーンとかキングとかやっぱ援護できるような、そんなね新ペットつけてあげれば伸びると思う、これだいぶ。いや全然あるわこれ。はい、それでね、新ペットのフロスティですね、防衛施設にスロー効果を与えるフロスティをバーバリアンキングに与えて、で、防衛施設にスタンド効果を与えるディギーちゃんをロイちゃんにつけていきます。レベルは低いんですけど、ヒーローポーションでね、レベル5が上がった状態なんで、まあ、ステータスっていうよりかはもう能力自体が強いんで、これをつけてあげれば前回いけるかもしれないんで、やってみます。さあではやっていきましょう。あ、ちなみにね、ボディに何つけようか悩んだんですけど、ヤクをとりあえずつけてみました。あのヤクね、あの結構もう大空砲ですぐ死ぬし、あとホミ勝手に吸ったりとかですぐ死ぬんで、だったらまあ盾役にね少しでも加勢してくれるヤクをつけた方がいいのかなと思ったんで、ヤクはね今回ボディに、つけております。でクイーンに関してはね相変わらずあのあれです、ユニコーンつけてます。ユニコーン強いんでね、なんやかんや全然違いますからね、ユニコーンがついてるのとついてないとじゃ短期で投げた時。さあということでやっていきましょう。ロイヤルチャンピオンいつものようにね投げていってあげつつ、あーここのキングウォーデンに役つけたの結構ありかもしんないな。なんか壁破ってくれてロイちゃん勝利した今。でも結構ありだな、役ウォーデンにつけるので。さあ真ん中方向に関してはディギーちゃんがねしっかりとロイヤルチャンピオンの援護をしてくれて行ってくれて、で、クイーンがもう、あ、結局もう落ちんな、ここで。クイーンが落ちんな、結局。なんですけど、はい、さっきみたいにユニコーンがね、ロイちゃんに合流してきた。かつ、ディギーちゃんが防衛室にスタンを与えてくれるんで、その間に回復してくれたりとかで、あ、結構回復してくれそうだな。結構これ強いな、この今のロイちゃん。強いぞ。さあ、で、そして、あ、もうさっきと同じような流れですね。キングはもう7時の方に回ってって、もう落ちるんですけど、あーでもフロスティが言ってくれたおかげでスロー効果入って結構キング伸びたんじゃない。どうざんしょなんだなんだけど、さあこっからフロスティちゃんはまだ生きてるのかな。ヤクは落ちてフロスティちゃんまだ生きてる。でさあ来ましたウォーデン、さっきのねウォーデンディギーと、ユニコーンも落ちたんですけど、だいぶ体力回復してくれましたね。なんであ結構もうこの段階でまださあホーミングシュートまだ残ってる。あ、そしてなんか上の方向になんかババがいる。このババでかいぞ、生き残ってるの地味に。頼むロイちゃん早くね IT 壊せ、 IT 壊せはババが残ってくれて、いや強いな。ちょっともうで残念が落ちちゃったんですけど、いやさっきより余裕あるんじゃないか、だいぶさっきよりから余裕ある。いけ、さあディギー死ん、あーディギー死んでんのかも。ちょっと火力少しでも足しになってほしかったんですけど、さあさっきともう同じような流れになった。で、あーさっきと同じ流れエリタに向かっていく。さあ上から降ってきたババが活躍してくれんのか、どうだ、頼むぞ。このババいるといないと全然違うぞ。さっきはいなかったもんね、ババね。ババやっぱペット変えたことによってなんかババが生き残ってくれて、で取ってなんかね、ここまでやってきたっていうことですからね。さああるぞあるぞ、いけるぞこれ。時間もんどうだ、いやいけるいけるいける、まず20秒でしょ。で、施設があと4つでしょ。間に合うか、どうだ、いけるのか。これで全開できるのか、マジで十字フルカスト、きた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 、全開だあ、マジか。やっぱフロスティのスロー効果とあとはディギーのねスタン効果で、ね、ヒーローたちが延命されて少しやっぱ伸びた感がありますね。はい、ではラストにですね、せっかくね新ペットね全部ねつけてあげた、どこまでじゃあね
11は伸びるのかね、見ていきましょう。フロスティね、おさらいすると、はい、これ今レベル3になってるんですけど、ヒーローポーションでレベル6になってます。レベル6のステータスちょっと見たいですけどね。まあ、防衛施設をね、に対してね、スロー効果与えてくれる。で、ディギーちゃんはね、あの、防衛室に対してね、2秒間かな、今は。乾燥すると3秒間、あれです、こう、3効果与えます。で、ポイズンリザードはストライカーと同じですね。ヒーローをね、ヒーロー処理用の、ペットみたいな、そんな感じになってて、で、フェニックス、クララワの方にもフェニックスね、出たらしいです。出たみたいですね。フェニックスですね、ヒーローが死ぬと、6秒間無敵状態でなるといった感じなんで、早速やってみましょう。はーい、ではね、新ペットを使ってね、やってみましょう。俺の予想としてはね、あんまり全開はいかないんじゃないかなって個人的に思ってます。やっぱりなんやかんやユニコーンいないんで、ユニコーンいないと、さっきね、クイーンさ、まあ、途中で死んだ後、まあ、クイーンね、ユニコーンいたおかげであそこまで伸びてるっていうこともあるんですけれども、やっぱね、あの、ユニコーンがクイーン死んだと、もうロイちゃんも回復してくれて、それで伸びたっていうのがありますんで、さすがにちょっとね、きついんじゃないかなって、個人的には予想してます。はい。ので、ロイちゃんね、いつものように出していってあげながら、さあ、ここそうですね、役がいねえから壁開けにちょっと手こずってクイーン処理するのも遅れた。いや、ポイズンリザードでクイーン処理できたのか。あ、スムーズに処理できるのは強いですね。ポイズンリザードでヒーロー。相手ヒーロースムーズに処理できたのってでかいぞ。さあ、はい、来ました、フェニックス。はい、フェニックスで、6秒間かな。今ね、クイーンが無敵状態で延命したんですが、あ、そこまで削ってねえな。ちょっとね、アップデー前ね、フェニックスクソ強いんじゃねえかなって、ユタと話してたんですけど、実際ね、フェニックスつけるんだったらクイーンにユニコーンつけた方がやっぱまだ強いな。で、ロイヤルチャンピオンにも、フェニックスつけるよりかはディギーの方が強いんじゃないかっていうね、評判があるんで、新ペットのね、優先度はね、個人的にはフロスティーディギーですね。個人的には。が高いです。やっぱりです。ボイスゾーンのね、垂直効果。ものすごく強いんですけど、あ、金がいつも通りここで落ちてますね。さあ、ここで、ウォーデンも落ちて、ディギーちゃんと、フロスティアも出身だ、ディギーちゃんだけ、になってますね。もう、ロイちゃんもなんか落ちてるんで、あ、やっぱそうですね、ユニコーンがいないから、伸びねえ。伸びねえ。はい、もう終わった。あ、全然違う、ユニコーンが強え。はい。ということで、今回はね、もう新レベルヒーローと新ペットだけでタウンホール11フルカンスト全開できる説、お送りしていきました。いや、やった感じで、やっぱりユニコーンがクソ強いっていうのと、フロスティとディギーはね、やっぱ優先度高いかなっていうふうに思いますんで、まあ、ペット小屋2段階上げるだけでディギーとフロスティね、アンロックできてしまうんで、それをね、優先的に15の方はね、上げていくといいのかなっていうふうに思いました。はい。ということで、ね、こういうふうにクラクラ動画、毎日ね、投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この動画ね、面白かったためになったなって思ったらね、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。